食卓の悩みを解消。料理教室キッチンスタジオマムで活躍中。時間がない主婦の味方、川添貴子さんの登場です。川添さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、今週のテーマは栄養バランスの取れた定食となっています。あさって11月24日はいい日本食で和食の日ということで、今日はこちらを作ります。勝ち飯定食。先ほど暮らしナビで紹介しました、このバランスの取れた、ね、和食の定食、勝ち飯定食を今日は作るんですが、この中からですね、川添さんには大根と牡蠣の味噌けんちん汁、そして里芋とベーコンの炒め煮、この2品を教えてもらいます。ということで早速クッキングスタートです。はいはい、まずね、里芋のベーコンからいきますね。はい、これ里芋なんですけども、はい、もうあのいちょう切りにね、7、8ミリぐらいの厚さに切ってあります。はい、でこれなんですけども、切ったらこれ塩なんですね。塩を少しこう振って、はい、そしてこういうふうにぬめりが出るまでね、ぬめりが出るまで煮んでください。うん、これが基本の気になります。里芋ね、あのこういうふうにぬめりをね取っておくとね、はい、味が馴染みが良くなるんですよね。それで面倒でもこういうふうにねちょっとしてみてください。この一手間はやった方がいいということですね。はい、じゃあもうぬめりがこう出てきましたので、はい、これ塩ついてますので、はい、少しね水で洗い流しましょう。はい、今日お水入れます。はい、お願いします。家庭ではね、これ水道水でね。そうです、そうです。もうそれでいいと思います。はい、じゃあ塩気の方を落としたらね、いいですね、もういいですね。いいですか。はい、はい、塩気の方を落としたらしっかりね、水はね炒めていくのでね、切っていきますね。よいしょ、はい、切っていきます。じゃあこれでいいですね。はい、切っていきます。はい、ます、はい、ではでベーコンなんで、あのもうよいしょ、これサラダ油が引いてあります。はい、でこの中でね炒めていきますね。はい、まずは里芋とベーコンの炒め煮を作っていきます。これベーコンなんですけども、はい、あの短冊にね、8ミリぐらいの大きさに切ってあります。はい、はい、ちょっと厚切りタイプのものですね。そうですね。はい、はい、でこれも水気しっかり切った里芋をここで炒めていきますね。これね、あの里芋の表面がね、ちょっとこう透明感が出るまでね、はい、しっかり炒めていただけたらと思います。じゃあこれ青山さん、わかりました、やっていきましょう。はい、お願いします。はい、はい、お願いします。じゃあその間にね、けんちん汁の支度の方をしていきますね。はい、まずね、これ豆腐なんですけれども、はい、ここからはけんちん汁になります。はい、こんな風にキッチンペーパーにこうやって包んでいきますね。よいしょ。これ木綿です。木綿がいいですね。木綿がいいです。木綿がいいですね。木綿がいい。はい、木綿がいいですかね。木綿がいいです。はい、じゃあこのように包んだら、はい、電子レンジ600ワットで1分加熱してしまいます。はい、はい、いや、けんちん汁の豆腐って美味しいですよね。美味しいですよね。 そこはやっぱり木綿ですか。はい、木綿です。私は木綿派です。はい、はい、食感がねいいですよね。そうなんです。カメラ目線の無駄遣い。、はい、でね、カメラ目線で木綿です。はい、あの水切りしてる間にその牡蠣の方をねちょっと下処理していきますね。牡蠣なんですけどもね、これまず牡蠣にね塩を振りますね。はい、そしてこれね、片栗粉ですね。牡蠣は手間でもどうしても処理した方が美味しくなりますよね。美味しくなりますね。で片栗粉でこれちょっとねこうなじます感じでね、やっぱりこう揉まずにこう全体を粉でなじますみたいな形にしてくださいね。はい、はい、もうここは柔らかく柔らかくですね。でこんな風に全体になじんだら、これ水です。大さじに30ミリリットルぐらいですね、これを入れます。はい、そしてこれね、ここはちょっと丁寧にですね、2、30秒こういうふうにこう泳がすというか、こんなふうにね、まあ優しく優しくね、牡蠣柔らかいですのでね、これでやっぱり汚れが落ちるんですよね。でこんなふうにしてる間にね、だんだんこれがグレーになってきますよね。でこれぐらいでいいと思います。そしたらね、これをですね洗っていきたいんですけども、はい、これ塩水なんですよね。これあの海水程度の塩水でいいと思います。 3% の食塩水 500ml です。はい、でこの中で汚れを洗って、そしてね水を切りますね。はい、なのでお水が500だったら塩は大さじ1ぐらいですか。大さじ1ぐらいですね。はい、でこれから、あの牡蠣をね、水をしっかり、あと粉まぶしていきますので、キッチンペーパーなんかに広げてね、よいしょ、確かに汚れが取れてますね。いいですね。見るからにプリッとして綺麗ですね。でこう並べたら、あとねキッチンペーパーで
ちょっとこういうふうに拭いていきますね、はい、もう上も下もキッチンペーパーで挟む感じですね、はい、でこのふうにちょっとこれはこれで置いておきましょうね、はい、じゃあいいですね。じゃあそうですね、ベーコンの方がもういいですかね。あ、もう全体的に、じゃあこっちの方先に、はい、しゃいてしまいますか。はい、わかりました、はい、じゃあこれを、ね、蒸していきますね、はい、こうしっかり炒まったらこれですね、はい、これが、お酒とね、大さじ1のお酒、うん、そして大さじ2のお水、はい、でこれ火を弱めます、はい、そしてこれ蓋をしてね、このままで7、8分ぐらい蒸しておいてください。はい、あ、うん、そうそうそう、はい、味がついてないのでここに味付けていきますね、はい、これちょっとこう開けて、はい、こんな感じでこれを入れてちょっと混ぜてね、はい、で味付けはこれだけですね、はい、はい、ここで本出汁を加えました、はい、はい、でこれ締めますね、そして蓋をして、はい、これ弱火で、うん、7、8分ぐらい蒸してください、ね、本出汁もさっと溶けますもんね。そうですよね、いいですよね、味付け本出汁だけなんですね。そうなんですよ、ベーコンと回ってくれます。そうなんだ、それは、はい、あるんです。そして豆腐豆腐の方がね、ちょっといいと思いますので、はい、出していきましょう。あそこのカメラはあなた専用なんですねテレビの前の、はい、どなたかとお話しして、はい、なるほどね、はい、視聴者の方と話すためのカメラなんですね、はい、お豆腐の方なんですけどね、これね、ちぎっていきたいと思います。はい、こんな風に、ね、この電子レンジ1分で水抜きができるわけですね、うん、そうなんですよ、こんな風にちぎってくださいね。やっぱ手でちぎった方がいい、いいですね、はい。でちょっとこれをね、拭いてね、はい、はい、でこれ豆腐を、ね、拭いたら、ね、油揚げの方行きますね。油揚げの方なんですけども、これ油揚げ、油抜きですよね、キッチンペーパー、うん、こうやって包んでしまいます。様子見を折ってぐるぐると巻いて、でこのまま電子レンジ600ワットで、ね、10秒です。10秒、はい、もう10秒って言ったらすぐですね、はい、10秒です、はい、でこのように10秒10秒ですよ、なんとか10秒、10秒いけますか、はい、レンジと私というこれで、そうなんですよ、そうなんですよ、はい、はい、できました、もうこれ、ありがとうございます、はい、よいしょ、はい、よいしょ、これなんですけども、はい、見てみましょうね、はい、そうすると本当に少ない油揚げなのでね、うん、これで油が切れていると思います、このね、でこれをね、短冊に切ってしまいますね、はい、はい、はい、それで、はい、はい、鍋の方に入れます。ごま油も温まりました。ここからはけんちん汁を作っていきます、はい、豆腐の方に、ね、入れていきますね。大さじ1のごま油を熱してあります。はい、でこれでしっかり炒めてください。はい、ここでまず豆腐を炒めるんですね。そうです、しっかり炒めてください。しっかり炒める、はい、でこれが今日の技になります、はい、豆腐はね、しっかり炒めて水っぽさを飛ばすとね、美味しさがアップしますので、ここはしっかり炒めてください。先生さん、ちょっと意外だったでしょうか。 いや、豆腐って最後かと思いました。はい、いいですね。じゃあいいですか、じゃあ豆腐炒めておきます。じゃあ、はい、ちょっと具材の方説明しますね、はい、具材なんですけども、大根は、そうですね、4ミリ厚さぐらいに切ってください。じゃあ人参も同じように切ってくださいね、はい、でごぼうなんですけども、そうですね、ちょっと人参と大根よりも細めの切られて、それから水にね、5分ほど垂らして、はい、しっかりね、水気を切っておいてくださいね。やっぱり根菜が美味しいですよね。そうですよね、はい、で豆腐の方がどうですかね。もうちょっとこう色が変わるような感じですかね。焼き色じゃないですけど、はい、いいです、じゃあ変わりましょうか。いいですか、はい、じゃあ変わります。で、この中に、いいですね、豆腐がいい色ついてきたら、これぐらいしっかり炒めるんですね。しっかり炒めてください、はい、と先ほど野菜の方を入れてください、はい、じゃあ野菜が入ります、はい、しっかり水切りするとね、豆腐もあまり崩れないで済みますのでね、はい、ちょっと崩れないですね、炒めてても思いました、ね、そうなんです。で、これをね、ここの野菜はもう油が回る程度炒められたらいいと思います。なるほど、うん、はい、こんな風にね、油が全体に回ったらば、はい、じゃあ昆布水の方ね、入れていきます、はい、さあここに昆布水、うん、お水に昆布をつけておいたものですね、はい、
川添さんがよく料理で使います昆布水、はい、600ミリリットル入りました。そしてやっぱり旨味が違いますね。違いますもんね。はい、じゃあここに入れたらばね、はい、あの本だしなんですけども、はい、これね、2分の1だから4分の1量ですね。大さじ4分の1の本だしをまずここで加えます。はい、はい、そしてね、揚げの方もね入れましょうかね。はい、はい、でこれで入れたらば一応沸騰してアクが多分出てくると思いますので、アクを取ったらね弱火で蓋を閉められてね、大根とかが柔らかくなるまでね、そうですね、12、3分煮てください。弱火で12、3分ですね。でこちらがね、はい、煮るとこうなります。開けてみますね。はい、よいしょ、ね、すっかりもう煮えていますよね。はい、いいですね。ちょっと野菜も透明感が出てね、いいですね。じゃあこのまま置いておきましょうね。はい、そしてそこのねお味噌を取っていただけますか。はい、はい、じゃあこれにお味噌を溶かして、はい、先にねお味噌を溶かしてしまいますね。お味噌 40g。 今日お味噌これ何ですか。これね、普通の合わせ味噌で大丈夫だと思います。あのお家にねいつも使われてるお味噌で大丈夫だと思います。ね、しっかりとね、いい匂いがついてきますね。でもこれ殻の引きね、けんちん汁とかいいですよね。お汁は温まりますよね。はい、でお味噌が溶けたらばいいですね。あんまり沸騰させないでくださいね。はい、はい、そうすると、はいはい、牡蠣の方ですね。はい、はい、牡蠣です。これしっかり水気を切っていると思います。はい、ちょっと見てみますね。よいしょ、いいですね。はい、したらば、はい、いつもの、ね、袋です、はい、でこの中にね、ビニール袋に片栗粉大さじ1入れました。はい、入れます。そしてその中にね、牡蠣の方を入れていきますね。はい、これも1個ずつ入れていって、そうです、そうです、しっかりね、はい、水気切りながらね入れていきますね。はい、これやっぱり片栗をつけた方がいいんですね。そうですね、あの片栗つけた方がプリッて仕上がるのとね、旨味も逃げない。これちょっと空気振ってこんな風にすると、はい、もう簡単にね、はい、直してくれますので、これ牡蠣の方を入れていきますね。よいしょ。なんか牡蠣があの加熱して縮むのが悲しいですもんね。そう、あの片栗粉まぶしておくとね、はい、あのこれ縮むのをちょっと防げます。うん、はい、じゃあこれでね、はい、じゃあこれで牡蠣が、牡蠣は本当加熱しすぎない方がいいですよね。はい、そうですよね。うん、で入れたらば、そうと言ってもこれでやっぱり1分ぐらいはね、1分ぐらい、煮てくださいね。はい、はい、じゃあその間に、はい、里芋の方見てみましょう。はい、はい、里芋とベーコンの炒め煮、はい、いいですね。ちょっと水分があるのでね、ちょっと水分飛ばしましょうかね。はい、あ、でも里芋にも綺麗に火が通りました ね、 ね、はいはい、もうすぐね飛んでくれると思います。もうでも本当にお水とお酒と本だしで味が決まるって簡単ですし、決まるんですよ。でベーコン汁ね飛ばせばお弁当とかにも良さそうですね。いいですね、味が変わらないのいいと思います。うん、でこんな風に全体的に水が飛んだらば、最後の仕上げですね、黒胡椒の方ね少し入れましょう。はい、これもお好みでいいです。あのお好きな方はあのしっかり効かせてくださいね。はい、これぐらいでいいと思います。はい、じゃあこれでもう出来上がりましたね。はい、こっちの方ね、はい、盛り付けていきましょうかね。うん、で牡蠣をねもう少しこう中に入ってもらおうかな。牡蠣もうちょっとね、そうですね、火を通して、うん、はい、はい、でじゃあ先に、ね、盛り付けていきましょうね。はい、はい、あ、よいしょ、はい、ね、少しベーコンが入ってるといいですね。うん、はい、そしてね、これ最後の仕上げです。これ海苔ね、刻み海苔、あのこれ刻み海苔がなければ焼き海苔ちぎられてね、あの上にかけられてもいいと思います。はい、これがあるとまたいいですね。そうですよね、はい、海苔がある。で牡蠣の方ね、牡蠣の方どうでしょうか。もういいですね、すっかり。じゃあこれついでいきましょう。あ、そうそう、これ仕上げです。仕上げね、これ止めたらば、はい、半分、4分の1量、一番最後に本だし大さじ4分の1を加えるんですね。そうするとね、はい、うん、これがうま味になります。やっぱり最後に加えるとね、もう風味が全然違うんですよね。仕上げの半分の量で、そうなんです、そうそう、一番最初に全部使わずにね、最後に入れてみてください。2回に分けてね、はい、でこれでいいと思います。じゃあ続いていきますね。はい、
具沢山ですね。いいですね、うん、はい、先生様、けんちん汁の豆腐が好きだそうです。あ、そうですか、はい、はい、いい香りしてますもん。でこれネギの方ね、最後ネギの方乗せていきます。はい、これで完成です。はい、今日の二品にブリの照り焼き、ほうれん草のごま和え、そしてヨーグルトゼリーを加えて勝ち飯定食の完成です。さあ、今日の材料はご覧のようになっています。ポイントです。けんちん汁に使う油揚げや豆腐の下ごしらえは電子レンジで手早く行いました。豆腐はしっかり炒めて水っぽさを飛ばしましょう。また本だしは半量を仕上げに加えて風味をアップさせます。そして里芋とベーコンの炒めには、里芋はぬめりを取っておくと味が馴染みやすくなるんですね。ベーコンの旨味を吸った里芋でご飯が進みます。さあ、今週11月24日はいい日本食から和食の日として制定されているんです。和食を簡単に作ることを手伝ってくれるのが味の素の本だしです。香り、コク、味わい、それぞれに優れた3種の鰹節を使用した和風だしの素です。さっと入れるだけで様々な和食メニューの味付けを簡単手軽に美味しく仕上げることができます。本だしを使えば勝ち飯も簡単に作れます。さあ、それでは先生さん、どうぞ召し上がりください。はい、どうぞ。いただきます。はい、どうぞ。嬉しいですよね、こういう温まる汁物で、しかも具沢山で、はい、ね、ほら、豆腐からね、はい、すみません、あの牡蠣と大根のけんちん汁とは言ってるんですけど、やっぱ本人は豆腐からいくみたいですね。しっかり炒めてあるの、豆腐もね、うん、うん、おいしい。いいでしょう、うん、味がよく染みてるでしょ。本当ですね、はい、食感もしっかりとして、うん、ね、やっぱりしっかり炒めるとね、うん、あの美味しさアップしますよね。あー、たまる。だしの旨味がいいでしょう。ほっとする。はい。はい、炒め煮もいただきます。はい、どうぞ。これが冷めても美味しい。そうなんですよ、うんうん。ベーコンの塩気とすごく合います。はい。うん、味付けはもう本だしと黒胡椒のみですね。ねえ、簡単でしたね、はい。お弁当にもおすすめとなっています。はい。ぜひ皆さん試してみてください。さあ、来週は少ない食材で満腹レシピということで、明日はですね、今生ファン感謝デーの、会場から放送しますので、料理コーナーお休みになるんですね。月曜日はイタリアンの北村さんに鶏肉と白菜のサラダを教えてもらいます。こちらもお楽しみに。川添さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。